チャオ、あっちゃんです。今日、9月26日のあちゃんちの晩ご飯の後のデザートやねんけども、晩ご飯の動画が、ね、撮れてなかった。だから、今日は晩ご飯の動画なしです。はい、ということで、晩ご飯の後のデザートはつぐみさんが送ってくれたロールケーキいただきたいと思います。いただきます。あ、おいしい。いちごのクリームがおいしい。スポンジもね、ふわっと、なんかしっとりしててふわっとしてて、優しい。口の中でこうほどけるっていうの、美味しい。美味しいな。子供ちゃんも喜びです。はい、肉ちょうだい。で、この音、あ、いちごミルキー感がすごい。おいしい。ね、甘いものを食べてミルク飲むとミルキーさがね、口の中でぶわって広がってめちゃくちゃおいしいね。じゃあ、こしあんのまんじゅうとか、ね、あれなんていうかな、そういう甘い系とかケーキなんかでもね、食べてミルクを飲むとね、飲むとかミルク飲むの大好きな、ケーキの時はねストローで飲むより口の中でパッて一気に入れて口の中で広げる方が美味しいよね。幸せ。美味しかった。ありがとうございます、つぐみさん。ね、今日は、いちごのロールケーキいただきました。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございました。ではまたね、バイバイ。